は、えー、ゆうきチャンネルの中野瀬ゆうきです、えー、いつもこのチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます今回ですね頑張って19手詰めの詰将棋を作っていきましたので皆様にこちらの方をです、ね、解いていただこうかと思っておりますそれではですね駒の配置をやっていくんですけどもどうしてもね、えー、19手詰めなのでねこれ覚えるのもこう一苦労というところもあるんですけども今回はちょっとね解くのに苦労するんじゃないかなといった印象があるかもしれません えー、今回のポイントはね、ねねやはり、ね、この1列目、この縦1列、ここが空いているのがね、ね今回、キーポイントになってくるんじゃないかなと思います。なぜここが空いてるんだっていうことをねしっかり考えていただくと、もしかしたらね、特品投稿を得られるかもしれません。で、えー、目隠しされた状態でね、えーまあ、解いてみようというね思っている方はね、やはり19列目なのでね、ね、えーまあ、難易度的に言ったら5段階のうち、まあ、4から4.5、このあたりなんじゃないかなとこう思うわけですね。なので まあちょっとね、遠くのにちょっと時間がかかってしまうかもしれません。えー、まあね、そういったところもね、えー、ぜひこう頑張っていただければと思います。それでは駒の配置、お伝えしていきたいと思います。駒の配置をお伝えしていきたいと思います。えー、玉型31玉、えー、3、えー、41銀ですね。41銀、51銀、三、えー、32銀、33銀です。攻め方21銀、二、えー、23銀、えー 失礼しました。23金です。23金。34金。そして43飛車となっております。そして持ち駒に角が1枚ございますね。角です。ではこのあ4枚のコマン使って、えー、皆さんが待って31玉を済ませていただきたいと思います。それでは1分間スタートします。<music> いただきます皆様ここまでご視聴いただきありがとうございますそれではやっていきます3二銀なりですね3二銀なりとこう入っていきましてはい3二銀なり同玉で取れないので同、えー、銀でこう取らなければいけませんでまた銀を取りに行きまして、えー、同じく金とこう取りますねでこれは当然同玉で取るしか方法ないので同玉で取りますで、えー、3二銀打ちここがポイントですね、えー、まあ金が効いてるのでね で、これは2、1玉とあ引きまして、これはね、銀をこう、そのままこう進めていくような形ですね。えー、2、2銀になり、てこれは同銀で、えー、ま、銀を引かせまして、3、2角打ちですね、えー。ここに角をこう打っていくわけなんですね。3、2角打ち。えー、で、これは同玉でしょうか。同玉でこう取ります。はい、コマス出てるよっていうね、ご、えー、質問あるかもしれませんけどね。えー、今回はね、ここがね、 えー、ミソというか、ポイント、こうなってくるんじゃないかなと、思うわけですね。あれ銀が一つも余ってないな。これはおかしいぞ。えー、っと、どこかでね、これちょっとね、間違ってる可能性もあるかもしれませんのでね。すいません。ということで、ちょっとね、もう一回、えー、やらさせていただきたいと思います。えー、っと、銀で金。 おそらくどこかでもあの駒の数が間違っている可能性があるかもしれません。えー、っとですね3二銀内ですね。3二銀内でこ銀取ってでと、えー、銀ですかう銀で取ってで同じく金とで同じく金で同玉同玉。 えっと、三二銀打ち、三二銀打ち、一二、2一玉、二二銀なり、で、えー、同じく銀とこうきました。えー、3二角打ちですね、三二角打ち、えー、3二角打ちで同じく玉、あ、そうですね、えー、小判がね、えー、ちょっとね、足りなかったですね。で、三三銀打ち、ここですね、ここに銀打ちまして、で、二一玉とこうまた戻るわけですね。 そして、22、えー、銀なり。で、またこれね、銀を取っていきまして、22銀なり。で同じく玉どこね。邪魔な銀はこれで取り除いてしまうというわけですね。で、23飛車なり、えー、1になりますので、23飛車なり。で、まあ,あとは皆様はご存知ですね。31銀と引きまして、32銀1。えぇ、ー、あ、間違いました。こっちですね。32銀1。はい、えぇ、ー、42。 4、2、玉ですね。4 2,、2、玉で、ここに金上がってもいいですし、竜をここに持ってきたとしても、これで一応包みという形にこうなります。4、3、金、4、3、竜。これどちらも正解です。ここまで19手詰めという形にこうなっております。それではもう一度解説させていただきたいと思います。最初ね、ちょっと解説の時にね、コマがね、あっちに行って、一個あっちに行ってしまってね、あれつ詰まんねえじゃんってね。 思ってしまった方もいらっしゃるかもしれませんけどね。えー、そういったところでね、ちょっとね、戻、えー、ったところをね、えー、もう一度ね、えー、払拭という形でね、こうさせていただくんですけども、はい、えー、一応このような初期状態からいきたいと思います。はい、ではもう一度やっていきます。えー、3二銀なり えー、同玉は取れませんので、同金で取りまして、で、これも、これに対しまして、同金で取って、同、えー、玉ですね。同玉、えー、23銀打ち、21玉、22銀なり、同じく銀、えー、3二角打ち、えー、同玉、えー、3、えー、こちらですね。 3、えー、3, 3、銀打。ち3、3, 3、銀打ち。ち、えー、2、1、玉ですね。えー、2、1、玉。2、2、銀なり。で、同玉。はい。えー、ここまでですね。はい。で、そして、飛車なりましょう。2、3、2、3、飛車なり。3、1、玉。3、2、銀打ち。三、あ、失礼しました。3 2、えー、4, 2、銀打。ち4、2、 えー、玉か、あ、そして、最終的には4三竜、流または4三金で、これで一応詰みと、なります。ということでね、今回ね、だいぶね、えー、数が長いのでね、えー、かなりこう、めんどくさいね、詰将棋にこうなってしまったんですけども、こういった詰将棋もね、解いていくと本当に詰将棋はね、強くなっていきましてね、まあ、藤井聡太さんとかね、ハブさんみたいなね、えー、騎士にこう、なる可能性がね、 まあ、確率としてはね、低いとは思うんですけども、えー、そういったね、えー、目指すのでしたらね、ぜひこういった長い爪将棋というものは非常にこう、えー、後々大事にこうなってくるわけですね。えー、実際のね、えー爪あのー、本将棋においても、えー、最終分になりますと、19手爪とか21手爪というのが必ずね、現れる場面がありまして、えー、必ずと言ってほどね、手数の長い爪将棋がこう現れてしまうんですね。 えー、この詰将棋はね、一手でもね、間違えてしまうと、こう、詰まなくなってしまって、逆に逆転負けをね、許してしまうというね、えー、形になってしまいます。詰将棋を伸ばしてしまいますと、これが明らかに頓死と呼ばれる状態になってしまいますので、えー、せっかくね、詰みがあったのに、そこを逃してしまうとね、えー、せっかくね、鉢をの、あのー、 勝ちをあったのに負けてしまうというね、えー、これは本将棋においては一番悔しい展開でございます。いわ,あるいわゆるね、本当に大優勢だったのが大劣勢にね、変わってしまうなんて言ったらね、えー、そんなことがね、あってはいかんよということでね、ぜひこういったね、詰め将棋というものもぜひやっていただければなと思っております。 はい。ということで、ねえー、本日の動画はここまでとさせていただきます。えー、明日の朝も致命詐欺を投稿させていただきます予定ですので、えー、どうぞ予定していますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、皆様最後までここまでご視聴ありがとうございました。